よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。大五郎と申します。今日の夜ご飯は雑炊です。体調が芳しくないので風邪予防のために元気をつけたいっていうところですね。簡単で栄養もあって消化もいいので雑炊を取ります。使ったものはこんな感じです。しめじとえのき、きのこ2種類使いました。ちなみにおかゆ、おじや、雑炊の違いってわかりますか？僕ちょっとわからないんで、ちゃんと調べました。こんな感じです。おかゆは生米から炊いて、おじやは米がトロトロの状態、雑炊は米粒の形がある状態って感じですね。なんでおかゆだけ作り方が違って、おじやと雑炊は米の形が残ってるかどうかって出てました。間違ってたらごめんなさい。まあ、地方によって味噌を入れるのがどうとかっていうのもあるみたいなんで、まあ、参考までにいただければっていうところですね。料理の方は、きのこ2種類を水で、煮込んで、少しでそこに冷凍してあったご飯を入れて、大さじ1杯のだしと、醤油大さじ1いかないぐらいかな入れてます。で生姜をたっぷりですね、まあ、本当は刻みの方がいいと思うんですけど、僕はチューブを使っちゃいます。僕は炊飯用の鍋を使ってるんですけど、フライパンでも全然できますね。ネギをみじん切りにしたのをたっぷり入れて、で味を見て最後に卵を入れて火を止めれば完成ですね。ごまを風味で散らしてます。セサミンはね、体にいいですからね。では早速いただきます。だしときのこと醤油のいい香りがしてます。ただマグマぐらい熱いです、鍋肌が。きのこの旨味にね、だしと卵が本当に優しい味です。あったかい。ちょっと今暖房切ってたんで、暖が取れるのはありがたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。セルフマネジメントの完了です。体調には気をつけてください。ありがとうございました。